はい、どうも、所沢車両チャンネルでございます。今回はですね、東京メトロのニュースでございます。当社車掌の乗務中における業務用端末によるインターネットサイトの使用閲覧についてだそうです。今回ね、本当にね、今回はもう東京メトロ本当に大変なことをやってしまいましたね。ではその内容を見てみましょう。東京地下鉄株式会社では、当社車掌が乗務中に業務用端末を用いて、業務関連性がないインターネットサイトを私用で閲覧していたことが判明しましたのでご報告いたします。このことはですね、お客様の信頼を著しく損なうもので、鉄道会社社員としてあるまじき行為であり、ご利用のお客様に深くお詫びするとともに、関係者の皆様にもご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたします。で、当社として今回の事件を厳粛に受け止め、社員に対する指導、教育を徹底し、再発を防止に取り組んでまいります。だそうです。それでですね、問題になった、ね、詳細は下記の通りだそうです。これはですね、事件が起きたのが2024年の4月13日で、弊社お客様センター宛にお客様より、千代田線の車掌が、乗務中に業務用端末を用いて業務関連性がないインターネットサイトを閲覧しているとのお申し出があったそうでございます。それで調査をした結果ですね、千代田線を担当している車掌が同日の乗務中に業務用のタブレット端末を使用し、乗務中に業務関連性がないインターネットサイトを使用で閲覧していたことが判明したそうでございます。その当該社員なんですが、鉄道本部運輸部の千代田線の乗務管区で40代の男性だそうです。で、その再発防止策としては、全所属長を招集して本事象を共有するとともに、全乗務員に対して速やかにコンプライアンス遵守と職務の厳正な遂行について指導するよう徹底を図ったそうです。で、全乗務員に対して業務用タブレット端末の取り扱いについて再徹底。で、乗務時における業務用端末の使用状況を適宜確認し、ルールに基づいた運用を徹底することだそうです。そのですね、その40代の男性がね、業務関連性がないインターネットを閲覧していたっていうのはですね、スポーツ情報サイトを閲覧していたってことだそうでした。で、当該の車掌の男性の話によりますと、スポーツの試合結果が気になって見てしまったと話していたそうでございます。これですね、40代の車掌の男性がですね、千代田線のですね、霞が関から国会議事堂前間を走行中に、乗務員室で、およそ1分間、業務用のタブレット端末で、業務に関係のないスポーツ情報のサイトを見ていたって話だったことだそうです。これは本当に許すことじゃないですね。しかもタブレット端末ってさ、これ、運行状況を確認するためのものでしょ？それをさ、業務に関係ないスポーツ情報のサイトを見るっていうのはちょっと考えられない。確かさ、新幹線でもね、そういうので、見てたりとか、携帯とかでしたっけ？そういうのを見てね、やってたっていうのもありましたよね、確か。だからね、本当にこれ、もう本当にこれもう厳しくしないとダメっすね。もう業務用の端末なんかね、もう、業務に関係ないサイトなんか見ちゃいけないのは基本ですよ。それをね、この40代の男性はね、やっぱ気になってしまったっていうことがもう問題になっちゃったからね、これ。これ、もう、厳しい処分は出るでしょうね、これ、もう間違いなく。だってさ、これ。だってさ、運行状況、他の列車の運行状況なの確認するためのものですよね。それをさ、スポーツ情報サイトを見たりとかね、関係のないものを見るっていうのは、ちょっと、考えられないことですよ。東京メトロってさ、遅れたいっていうのはね、結構厳しい鉄道だっていうのもありますからね。だから、
正確な時間に到着しなきゃいけないっていうのも、そういうのがルールっていうのもあるみたいですからね。だから、本当にこれちょっと、厳しくしないとダメっすね、これはね。もう。ということで今回はですね、その、東京メトロ千代田線の車掌がですね、乗務中における業務用端末によるインターネットサイト、いわゆる、スポーツ情報のサイトを閲覧していたというニュースでございました。以上で終わります。